LGV 東連絡線は、LGV 北線と LGV 南東線を結ぶ、フランスの高速鉄道路線である。路線長は 102km である。道路線は、イルド・フランスを貫き1994年に開業した。3つの枝線から構成されている。イルド・フランス連絡線、パリ相互連絡線と称される場合もある。3つの枝線は次の通り。 西と南の枝線は LGV 南東線に付け加えられたもので、本当は東連絡線を構成する路線はクーベルベマールスカンの北支線だけだという一部の見方もある。南側のモアズネー分岐点から始まり、クーベル分岐点を通り北東方向へ進む。トゥルナンの近くでパリクロミエ線に接続している。さらに北へ行くとマルヌラバレイコールシェシー駅である。 ラー a 4線との乗り換え駅でもある。この場所は、ニュータウンであるマルヌ・ラバレとディズニーランド・パリへの、最寄り駅である。クレイユスイリー近くのメッシーで、l g v 東、ヨーロッパ線と接続する。しばらく行くと、シャルルド・ゴール空港駅に着く。ここでは、シャルルド・ゴール空港へのアクセスやラー B 線への乗り換え駅となっている。まもなく行くと、 レマールスの LGV 北線との分岐点に達する。ビルパリジュベルマ間の LGV 路線に沿って、現在郊外線が建設中である。この計画では、パリからシャルルド・ゴール空港までのラービー線に代わる、旅客サービスである CDG エクスプレスの運行と再生に連絡した、クレイユからもう、マルヌラ、バレ、ムランへの運行などの2つの事案を行うことを可能にする。 その他にも道路線を補う南連絡線の建設計画もある。鉄道ジャーナル2007年9月号。ありがとうございます。